アルパカは南アメリカ大陸原産の家畜の一種である。ラクダカノビクーニャ族、またはラマ族に属する。極めて良質な体毛を備えており、古来、衣類をはじめとする生活用品への体毛の加工利用が品種改良の目的であった。南アメリカ大陸の特にペルー南部、またそれに接するボリビア、アルゼンチン北部の 海抜およそ3500、5000メートルのアンデス。湿潤高原地帯で放牧されている。アンデス地方ではアルパカはインカ帝国時代より家畜として飼育されていた。現在はアメリカやヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランドでも飼育されている。アルゼンチンなど南アメリカ南部にはほとんどいない。体長約2メートル、体高約0.91.0メートル。 体重は約 5055kg。ビクーニャよりやや大きく、グアナコより少し小さい。時速 40km 前後の速力で走る。妊娠期間は約11ヶ月で1314。他の半数動物と同じように、上の紋子がなく、葉の代わりに硬質化した皮膚がある。下には牙のような目立つ歯が生えていて、短い草を挟んでちぎって食べている。 唇がとても器用に動く。毛を利用するために品種改良された家畜であり、その毛は今日でも広く利用されている。毛の太さは12から28マイクロメートル。アルパカの毛は刈り取るまで伸び続けるため、約2年間くらい切らずに放置しておくと地面に届くほどに伸長する。エクアドルで飼育されるアルパカ。4種類の毛色が揃う。白、黒。 茶が混じり合った体色の、アルパカの個体系色は茶、黒、白、ネズミ色の4種類に大イされるが、さらに細かく分けると25種類ほどにもなる。アメリカ合衆国などの国では認められていないけど、色もある。黒系黒漆黒、茶系茶色赤褐色チョコレート薄茶色焦げ茶色、ベージュ系炭鉱褐色明るい炭鉱褐色焦げ、炭鉱褐色泡褐色シャンパンのような黄金色。 グレー系灰色薄い、灰色ネズミ色銀白色バラ色の灰色明るい、バラ色の灰色青灰色明るい、青灰色ホーキン灰色ピンクの灰色、白系性白色バニラホワイトクリーム色また、白色以外のアルパカの毛は染色しづらく、そのため色のあるアルパカは飼育を敬遠される傾向にあり、絶滅の恐れが指摘されている。アルパカの毛の種類は若い矢と、 すりの2種類がある。若い矢はふわふわでモコモコしている毛で、すりはサラサラ、少しドレッドヘアのようにツイストしている。比較的禁煙のリャマと共通するが、威嚇、防衛のために唾液を吐きかける習性を持つ。このツバには、半数胃の中にある未消化状態の接触ものも含まれており、強烈な匂いを放つ。この行動によって、危害を加える。 可能性を持った相手を遠ざける。常に群れをなして暮らし、現地では一年中放牧されていて、草や苔を好んで食べる。通常時は、フェ、フンフンなどといった泣き方をするが、危険を感じると警戒の声を発する。南米には、ラクダカリャマ族の4種、すなわち、2つのイエチクシュアルパカとリャマ、2つの野生シュビクーニャとグアナゴが生息する。しかし、 それらの間の類縁関係には諸説ある。伝統的にアルパカもリャマも原種はグアナコであり、ビクーニャは家畜化されたことがないと考えられていた。アルパカの学名もリャマ属のラマポーコスだった。イタスデータベースもその学名をとっている。しかし、分子系統ではキャドウエルやるなどにより、アルパカは根血が激しいもののビクーニャが原種とされた。この立場では、 学名もビクーニャ族のビキューニアポーコスとなる。しかし後のカーポイアルなどではアルパカの原種はやはりグアナコだという結果になった。ただし、アルパカとラマの間には雑種が生まれやすいにもかかわらず、中間型がいないため、絶滅した野生種から生じたという説もある。なお、2000年代頃からはアルパカに限らず、家畜全体の扱いとして、家畜は、 野生種と同種とする彗星になってきている。その立場では、アルパカはグアナコ、またはビクーニャと同種になるわけだが、その種の学名は、ジュニアシノニムのため本来は無効となるグアナコの学名、ラマグイニーコ、またはビクーニャの学名ビキューニアビキューニアが、アイクスンの裁定により有効名となる。ただし実際には、アルパカをグアナコと同種のラマグイニーコとする資料は、若干あるが、 ビクーニャと同種のビキューニャビキューニャとする資料はほとんどない。ラクダ科の海分類を示すは絶滅の意。インカ帝国では医薬用、宗教儀式用としても使われていた。現代ではアンデスの繁殖儀礼の儀式でアルパカの幼獣が使用されることがある。現在は多くの場所でアルパカ牧場やペットとして飼育されている。アメリカでは ペットとして飼っている人も多くいる。フン、編集インカ帝国では、高地の物資が不足しやすいという特性から、フンも燃料として使用し、余すところなく利用されていた。ヒズメ、編集アルパカのヒズメは、擬音楽器として利用されることもある。もう、編集アルパカと飼育者アルパカの毛で作られた、ニットスカーフ、同じアンデス地方で飼われている家畜である。 ダマが主に2役に用いられるのに対して、アルパカはもっぱら大毛を利用する。その毛で、インディオ伝統のマントやポンチョ、その他の様々な衣類を作り、自分たちで着たり輸出したりしている。服飾業界において、アルパカの名は、複数の意味で用いられる。毛について言う場合、大抵はペルー産のアルパカのものを指す。しかし、記事としては、より広く、アルパカの毛で、 ペルーにて作られたものだけでなく、イタリアやイギリスのブリランテなどを混ぜて作ったものも、アルパカと呼ばれる。生地としての最高級品質は、生まれて初めて刈り取ったアルパカの毛で作ったもので、ベビーアルパカと称される。1回の細毛量は 3kg ほどで、各年に刈り取る。1頭のアルパカからの刈り取りは生涯で3、4回ほどに、過ぎない。部位別に見ると、背中の毛が価値が高く、 腹、足と地面に近くなるにつれ価値が下がっていく。南米古来の動物で毛を用いるのは、ビクーニャ及びアルパカ、お及びグアナコの4種である。ビクーニャとアルパカはいずれも毛が重要視されるが、アルパカの場合、毛の品質と量の点で優れており、ビクーニャは柔らかさ、きめ細かさ、希少さと高品質の点で珍重されている。グアナコの毛はビクーニャより、 若干劣るが、量は、やや多い。200、編集アルパカは、体毛の利用がある字ではあるが、200に用いる場合もある。しかし、ラマより体型が小型で、1回に運べるには 50kg 程度でしか、ない。食用、編集体格では劣るがラマより、味が良いため、ペリューなどでは、食肉としても利用される。ありがとうございます。